曲中で描写される情景、聞こえるは、岩間義樹が作詞、新実特映が作曲した合唱曲、都庁長。1991年第58回 NHK 全国学校音楽コンクール高等学校の部下大曲として作られた。混声4部版、女性3部版、男性4部版が課題曲として作られ、後に中学生向けに、 混成三部版も作られた。混成三部版以外は、合唱曲集、空に、木に、の三曲目として収録されている。高校生に向けて書かれた曲であるが、翌年から、もう中学生が歌い出したのには驚きました。校内合唱コンクールの定番、とのこと。きっと曲も、死の内容も今の中学生たちの心に響くものがあるからでしょうとに意味が述べるように、 課題曲として作られた曲が年月を重ねても歌い継がれる数奇な運命をたどった曲である。歌詞には世界中から聞こえてくる情景を前にして自分が何もできないことに対して苛立ちを覚え葛藤する若者の姿が描かれている。曲の背景には天安門事件、ルーマニア革命、原油流出事故、ベルリンの壁崩壊、森林破壊などがある。 鐘の音と共に声を上げる群衆、壁越しに聞こえる、歓喜の歌、破壊された森を追われた人の笛の音など、混迷する世界の音を聞きつつも、それに対して何もできない、無力感にさいなまれる若者の心情が描写されている。油泥にまみれた海鳥の情景は、湾岸戦争を表すものと解説されることが多いが、湾岸戦争は、 本作品作詞の翌年の出来事であり、結果的に本曲は、同戦争での大規模な原油流出を予見したかのように見えることとなった。実際に曲が意図した情景が、具体的にどの事故のものかは明言されていないが、作詞以前の時期で海岸の生態系に特に大きな影響を与えた石油流出事故としては、エクソンバルディーズ号原油流出事故が存在する。 この曲は決して難しい曲ではありません。強いて言えば、ソプラノの上の G がきちんと歌えること、これくらいでしょうか、と、に意味は語るが、実際には、課題曲として作られた経緯から、随所に、古い訳けの性質を持った仕掛けが散りばめられている。以下、各段の構成を、教育音楽2006年11月号に、掲載の作曲者自身の解説に従って述べる。 単曲の楽譜は、コンクールの年度にピース譜が発売された。男性版の、空に、木に、は2018年現在、受注生産となっている。これまでの課題曲、N コンアーカイブ NHK。h t t p w w w n h k, <www>. k. o r j p n c o n a r c h i v e t h e m a h t m l 2012年11月10日閲覧。ABCDEFGHIJ 教育音楽中学高校版音楽の友者。2006年。続、聞こえる。20年近く経った今も歌い継がれる。N コン課題曲が生まれた背景とその主人公は ?N コンブログ。2011年2月19日。 <ッ><ッ><ッ> h t t p a m e b l o j p n c o n e n t r y-10806669824.html2012 年12月6日閲覧斉藤忠彦杉山敦氏、中学校音楽科における鑑賞教材選択の視点と教材例新州大学教育学部起用114巻 37から46ページ、2005年3月25日、一瞬03737381、http://1.2.ac.jp/.naid/.110004614905/. 教育音楽中学、高校版音楽のとも社、1991年。A.B. 山岡智子、合唱曲。 聞こえるを素敵に仕上げる、とっておきの方法、トスインターネットランド、teachersorganization of skill sharing,2006 年5月27日、http コロン、スラッシュスラッシュ h o m e p a g e t c o m スラッシュ kouki-keida スラッシュ s i g e e k i k o e r u h t m 2 0 1 2年11月10日らん。 ABC 空に木に出版符の前書きありがとうございます。